さんこんばんは。こんばんは。タンタン一本道のタンタンです、今日もよろしくお願いします。お願いします。早速見てくださいこれ今日自転車で転んじゃって遠赤にバーンって乗っかっちゃって、それでそのまま顔から地面に落っこっちゃって腫れる。まあそうですね、腫れて明日青たんだよね。まあいいんだ、ボクシングのね試合の時、選手の時なんかこんなところじゃないから、勝っても負けても僕だから当時から応援してる人はね、懐かしい気持ちになってるかもしれない。あれなんか見たことあるね。本日はですね、まあ、今年最後の動画ということで、うん、まあ、ちょっと今年1年を、たつきさんと、いつもカメラやっていただいてる元さんに、振り返っていただこうということで、どうですか一言ずつ、今年はもう総じて、たつきさん、どうでしたか。楽しかったです。楽しかった。まあ、一言で言って、楽しかった。はい、まず元ちゃんといろんなとこも行けたし、うん、あと行った先でいろんな人と出会って話して、はい、交流が持てるじゃない、はい、俺はそういうのが一番すごい嬉しくて、うん、大好きで、はい、おっさん的にはどうですか。いろんなことを経験、経験って言った方がいいかな、楽しかったけど経験、はい、あとね、はい、少年とかもね、うん、あで俺なんか自分が少年に入ってた人だし、はい、でまあ、少年に実際呼んでいただいて お話もしに行ったりさせていただいてるけど、はい、元ちゃんは入ったこと、少年に、まず中に入ってね、そういう子たちを見るよ、もちろん思ったと思う、そんなにしっかりしてんの、みんな中にいる、もう熱い男だから、頑張れお前らっていう気持ちになったと思うんですよ。まあちょっとじゃあ皆さんと共有しながら振り返ろうかなと思うんですけども、お二人に今年の動画、まあ、特に印象に残ってるとか、まあ、思い出に残ってるぞみたいな動画をね、ちょっと3つ、まあ、トップ3みたいな形で上げていただきたいなと思うんですけど、なんかね、全部なんだよね、いっぱいいろんな、ね、行ったところとか食べたところもね、はいはい、いつかもちろんね、まあ、その見ていただいてる皆さんもコメントでね、これはちょっと見てて面白かったとかも書いていただければいいなとは思う。そうだよね、コメント書いてくれたらまずすごい広がるけどね、はいはいはい、1年前のことあんまり覚えてないからさつい最近の大島さんとのイケアとかああいうのはもう近いから覚えてるけど、元さんにあげて、ちょっとあげていただけますか、はい、俺は北海道。北海道、あ、まあ、大きくくくっちゃうと北海道、それは俺も間違いない。少年院もそうだけど、まあいろんなところ、はいはいはい、でスマイルリングの活動も見て の、あの大自然、まあ、自然、そうだよね、自然にはめっちゃ、そうだよね、編集してる側からするとたつきさんのボケばっかりだ全部その北海道起きたことももちろんそうなんだけど、はい、元ちゃんと北海道来ちゃってるよっていう、あ、飛行機乗っちゃってるよ2人っていうさ、それがさ、まず信じられない、その前は熊本か、はいはいはい、去年は、はい、今年は北海道、はい、来年はどこなのかな、ね、ああそうですね、AK 次第なのかな、そうだよね、そうですね、まだでもあと2つぐらいはみたいな話ありました、まあ、あと大島さんとのコラボ、はい、とか、俺らもそんなに会ったことないのに気使ってくれて、結構楽しい話ばっかしてくれて、はいはい、うん、だってあのヒロちゃんとかもさ、うん、めちゃめちゃ大勢いろんな人が来るから、だからもうなんか会場みたいになってる、そうだね、同窓会みたいになってる、なってるね、個人的にはあの店のあのもつ、うん、美味しいね、美味しいね、僕腹鳴ってました、あの美味しいよ、美味しいですよね。他にもいろんな方ね、こうコラボというか、うん、出ていただいてる方いらっしゃると思うんですけど、だから、ね、まあ、中でも、うん、ね、大島さん確率はね、準レギュラーって自分で言ってたんですよね、来年も準レギュラーって言ってから月1回ぐらい出てもらってレギュラー感じしてもらってそうだよね、新レギュラーね、お願いしよう、もう一つぐらいあれば、まあお店はね、いろんなお店行ってると全部あげたいぐらい、あ、そうだね、アリ、うん、もね、アリも楽しかったし、うん、まあ、いろんなチャンピオンが来て印象には残っちゃってるんだよね、
シャンパンを1秒ごとそうやな、ね、あの僕個人的にはやっぱ男気の実際の映像を、ねうん、こう出してまあ、撮っていただいてて、うんまあ、もちろんね本チャンネルというかあの男気のチャンネルで最近もね、うん、試合映像出てますけど、うんブレイキングダウンを飲み込めるようにねまあそうですね、まあ、ちょっと趣旨が違うみたいな話もねあの、うん、代表が出ていただいた時に話していただきましたけど、うん、青少年育成だっていうのもね、うん、すごいまあ俺らの仕事も青少年育成なんだけどねうん、講演もするし、はいはいはい、で、そこのさ、あの行った先でいろんなあの問題抱えてる、はいはいはい、ご家族の方とか、うん、そういう人もっとちゃんとつながって、はいはいはい、でもそのこう預かって一人前にするって、はいうん、北海道の住まいの人とも、はい、あの行った時に協定して連携してでこっちでどうのこうのっていう子はスマイルリングに預けるとか、はい、そういう話にもなったし、 なったしね、はいうん、ほんとこっちの方に住んでちょっとすれちゃった子は絶対、うんうん、北海道行けばそうだね、うん北海道ああ、言っちゃったでも北海道行ったら結構な大移動なんじゃないの、うん、その北海道大移動ぶっ壊し処理できるすいませんちょっと来年の話もちょこっとだけして終わろうかなと思うんですけど、うん、まだやれてないこと、いややりたいけどやれてないこと、うん、それをちょっとまあ一個ずつぐらい聞いてみようかなと思うんですけど木さんから、うん、まあいろんな活動はしっかりライブそうですねあのね、うん、生ライブじゃないけど、はい、でその時に相談乗れてコメント見て相談乗って、うんうんうん、でタンタンに返していってもらうと、はいはいうん、そうすればほら相談悩みの相談が本当に困ってるとか辛いんだけどどうしようとか、うん、あそれって、うん、ライブでこうなってるから、うん、例えば文字とか、うん、文字でくる声とか声はね文字コメントでくるとか、うん、なんかそれに対してそう返したりこうなんじゃないよとか、うん、読んで返す、うん、それがしたいの、ね、そうですね、うん、それにはまだチャンネル登録数をね上げないとそうなんだ、まあ、今3100ぐらい、はいはいまあ3100の中の何人かしか見ないからそうですね大体見てる人は知り合いしかいなくなっちゃうから皆さんよろしくお願いしますもっともっとね多ければさいろんな会ったこともない人とかとも喋れる、ね、喋れるっていうかこういう話になって、はいうん、距離が縮まる1対1のライブだと1対1になっちゃうからそうですねコメントだとさ何十人に対して返す言葉によって他の人もそれにさ同情したり、うん、こういう意見があるよって教えてあんた何言ってんだよって、うん、させんってことになっちゃうそのギャグつまんねえよとか言われてそれはあんま言わないでとか本来そのやりたいことがやれるやれないもやっぱ YouTube の中の数字もちょっと大事かなっていうのだね、うん、皆さんそれよろしくお願いしますお願いしますあのみんなで、うん、みんなでやりましょうその、うん討論会なのか雑談会なのか何しろ面白いダジャレ会なのダジャレ会 それでねゲストダジャレ挑戦者求むみたいなゲスト呼んでもいいしねあそうですね、うん、まあ例えば大島さんをゲストに呼んでもいいだろうし、うんはいはい、という困ってるんだったらスマイルリングの、うんね、トヨも呼んでもいいだろうしそうです、ね、坂本さんね気持ちね、うん、兄貴に来てもらって、うんめちゃめちゃ暑いから暑いトークをしてもらってねずっと一人で喋っちゃうかもしれない若い人が見てくれればね新しいことを教えてもらえるし逆にねいろんなことをまあでもちょっとその若い人っていう観点で僕これ個人的にまだ言ってもない話なんですけど、うん、今こうお話でこう確かに人生をこうやってるじゃないですか、うんうんで、あれをちゃんと映像化したいなとか思ってて、うん、結構テレビとかのドキュメンタリーでこう再現 VTR、うん、あると思うんですけど、うん、あれをまるっきりやってみたいって、どれも見てるんですか？そうですね、まあ、何回か上がって消えてんじゃん、映画の話も、うんうん、演じる人さえこういれば、うんまあ、カメラ1台で僕でできるわけじゃないですか、うん、なので、まあ、そういう方が見やすい方も中には、うん、話だとちょっと重すぎるみたいな、うん、何万人とか10万人とかで出たタイミングでもその記念でかなり時間かけて作ってもいいんじゃないかなと、うん、とりあえず目標1万人かなそうですね、まずは今3000人までやっと2年、うん、ギャグの精度上げないとダメね、ギャグの精度を落としちゃうほうがいいんじゃないの、うん、精度が高
ついてこないと、みんなついてこないと。まあ来年もまたまたいろんな企画とか、うん、コラボとかもね、いろいろ、まあボクシング関係とかね、はい、うん、あと格闘技関係多いんで、うん、まあそれに付随して今男の人ばっかりだから97% 男なんで。ありがとうございます。それはそれでありがとうございます、ね。まあ逆に女子が出ちゃったらまた男が増えちゃうのかな。ああ。ということで、あの、うん、いろいろ話していただきましたけど、うん、あの来年もまたこれは話してる限り盛りだくさんなりそうだなと、うん、最後にじゃあ達也さんから、はい、まあ、締めの挨拶というか、うん、言ってもらって終わりましょうか。はい、皆さん、今年1年、タンタン一本道お付き合いありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。おかげさまで僕たち本当に楽しくさせていただきました。今年1年ありがとうございました。ありがとうございました。良い年を迎えて、来年もよろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。ガッツリします。あれ、たまには落ち込んでうなだれるだろう、けつまずいて転んでもそれは誰のせいでもない、大きな悩み小さな悩み、時間が経てば全て離れそうさ。